さ、全然関係ない話なんだけどさ、ちょっとお家をね、壁を塗装してた。で、塗装するにあたって、業者さんがこう毎日塗ってくれてんだけど、その業者さんが俺に会うと、俺がほら家でエレキ弾いてるじゃない、うん、とか歌ってるじゃないしたら、天国の階段やってくださいよとか言って、やったことなかったのにさ、ちょっと流してやったら喜んでくれたけど。業者さん好きだったんだ。そうで、そう、クラフトかけてるけどって、なんか、休んでる時にさ、二人で携帯で、ツェッペリン、今ツェッペリン聞いてるんですよ。改めてなんかその、研究してみたらやっぱいい曲だね。うん。って書いてますさ。アコギもね、うん。こう、半音ずつをして感じね。あれ弾ける人いっぱいいるんだろうけど。でもあんまり見ないね。あれ歌えないからか。どうなんでしょう。あれ歌詞がね、すごいいろんな、意味っていうか、私、指輪物語っていう、ああ、はい、ね、ロード・オブ・ザ・リング、うん、あれが、ロバート・ブラントがもうあれが大好きで、あ、そうなの？チェッペリンはあそこから引用した歌詞がすごく多いっていうのを、まあ、話を聞いて、まあ、もちろん、天国への階段もそうなんだけども、あ、そうこの間、改めてまた見たら、ミスティーマウンテンっていう山が出てきたりするんですよ、ロード・オブ・ザ・リング。あ、出てたかもしれないな。あと、限りなき戦い、バトル・オブ・エブ。あれなんかもう完全に指輪物語の世界だし、ランブル・オンとかね、なんかいっぱい歌詞に、ロバート・ブランドの歌詞には指輪物語のものが出てくるって。ジョージ・アリスも肩入れしてましたよね。で、なんか、ほら、魔法使いのやつあるじゃないですか。指輪物語の中に出てくる。うんうんうん。あの役をジョージ・アリスがやることになったけど、うん、死んじゃったからできなかったみたいな。なんか、すっごくイギリス人って、なんであんなにああいうのが好きなのかって思うぐらい、ファンタジー系の SF っぽいのとか人気あるから、うん、結構ミュージシャンも好きな人多くて、そこから歌詞を書く。歌詞の中に取り入れる人がすごく多くて、セッペリンもまさにもうロバート・プラントが、ちっちゃい頃から大好きだったらしいんですよ。いや、見えましたよ、映画。あれ3部作?3部作。めっちゃめちゃ長いよね。この間、エクステンデッドバージョンとかっていうので、だから、もともと長いのに、さらに長くしたやつをやってて。へぇー。あと、番外編みたいな、なんだっけ。その本編じゃないやつ。ホビットとか。あ、ホビットとか、うん。もう完結したのあれば、映画的には。映画的には、でも本当、本を読んだらもっともっと長い物語だから、本は読んでないんだけど、だからなんかそういうのを理解しないと、それこそさっきの歌詞の意味とかもわかんないっていう。バックグラウンドってやつね。うん、ブルースもそうだよね、きっとね。うん。うん。モジョっていうね、うん、モジョワーキングっていう曲があるじゃないですか。昔何のことか全然わかんなくて。うん、で、なんかブルースのいろいろ調べたりしてたら、そのモジョっていう袋が、モジョの、モジョ袋があって、その、いろんな自分が、こう、願い事、ギターが上手くなりたいとか、お金持ちになりたいとか、そういういろんな、こう、中に入れるものを調合してもらうんですって。で、そのモジョ袋を作ってもらって、自分でお守り？そういうことなんだ。なんでブラックキャットボーンとか入れたりとか。そう、いろんな、だから、調合してもらうんだけど、中に何が入ってるか絶対開けちゃいけないんですって。だからその魔女が、ワーキング。だから魔女が、こう、効力を発揮してるみたいな。そういうことだ。I got my 魔女ワーキングっていうのは、まあ、魔女の、あれが効いてるな、みたいな。そういう。ワーキングなんですよね。うん、僕がね、よくなんとかな、セッションの時に写真上げて、うん、文字をウォーキングつってさ、うん、歩く方に書いちゃうと、うん、英語がワーキングだっつって、いつも指摘されるわけ。文字袋は。今で意味が分かったから、あれだわ。
ブルースの勉強になりましたね、今回ね。いや、なんかそうなんだなって、ある時、あ、そうか、モジョアーキングって、そう、I got my モジョアーキング。それって何、インタビューで誰かが教えてくれる？いやいやいや、自分で、調べたの。モジョのことを調べて、モジョって面白いから、そのミシシッピに行った時に、行く前にモジョのことを調べてて、で、面白いな。なんかブドゥー教だよね。違うんだ。何ですかね、あれは。ブルドゥー教なの？違うのかな？で、ミシシッピ行った時にさ、うん、文字買ってきてって言って、買ってきてもらいましたよ。ジンはそれは効力を発揮して。ただね、お披露しますか、ちょっと待って。中開けちゃダメだよ。買ってきたやつは、出来合いのやつで、うん、その、調合してくれるっていうお店に行ったんですよ。うんうん、そしたら、その、調合してくれる人が、親戚が病気になって、うん、先週から休んでるって言われて、みんなで文字を作ってても親戚が病気になるんだなって言ったんですけど。なるほど。そうなんですよ。だから買ってきたのはお店で売ってる文字を買ってきたんだけどね、うんうんうん、まあ一応でもいろんなものが入ってると思うんですよ。いつも持ち歩いてるギターの中に。へぇ、やっぱブードゥー。開けちゃいけないんじゃない？ブードゥー教。これは違う。あ、そうですか。ブードゥー教ですって。あ、ブードゥー、うん。金運やギャンブル運、女性運を向上させる。なんかちょっと。いいですね。おぉ。え、それなの？違うでしょ。うん、これだよ。それポチの お骨じゃない？違うよ。え、文書袋もっと大きい、こういうの。うん。で、2回目行った時に、これだって、買ってきてくれたんじゃ。それはなんか、あれが願い事が書いてあるやつは買ってきたけど、あれがだから1回目の。うん、売ってたやつね、うん、で2回目はその調合してもらおうと思ったら、調合してくれる人が親戚が病気で今休んでるって言って、そこに売ってた吊るしてある、うんうん、本当日本のお守りみたいな。それがこれでしょ？違う、それポチのお骨だよ。違うよ。そんな死んだ犬のお骨俺は持ち歩いてたの？うん、私も同じもん持ってるもん。いや、これだよ。開けてごらん。開けて、開けちゃいけないんだよ。いや、面白いハプニングだね。サプライズ。ちょっと待って。開けちゃおう。うん、うん。そう、ポチのお骨、僕んちの庭に植わってるな。うちの初代の犬なんですけど、うん、これほとんど一緒じゃない？これメグが作ってくれた。こんなのに入ってないもん。そう？じゃあそれはモジョなの？見ちゃいけないけど、掟を破って、だって俺この中にわざわざ実は開けててさB.B. キングのピックを入れたんだよ。ああ、俺 B.B. キングのピックどこ行っちゃったろ。いろいろくれるよね、こんなのとかね。くれるくれる、いろいろもらったもん。昔のブルーノート良かったな、最初の方。どう、私のはね、うん、で、これを友達が作ってくれて、ほうほう、私は部屋にあるんですけど。そうなの？なんかそう、文書袋と同じ。こういうのいくつか買ってきてくれたよ。うん、で、なんか書いてあったでしょ、これは何のお守り、何のお守りって。なんか石みたいなのが入ってるよ。ほら、石だよ。じゃあ全く同じなわけ、文書袋と私の。見る？ポチの。うん。
そうなんだ。そうなんだって、あなたが買ってきてくれたんですよ。いやー、だからもっとお守りっぽいやつなのかなと思って。十分お守りっぽいじゃん。2、3個持ってるんです。だから、ギターケースに全部バラす。あ、それぞれね。それであんないいギター弾けるんだね。でももうこれで効力が。いや、大丈夫でしょ。でね、最初に買ってきてくれたのがこっちなんです。うん。うん、あお。セリフが。この、これはちょっと別なんだけど、うん、こういう、この中にも、こう、なんかいろいろ入ってる。入ってる。へぇ。こういうでかいやつなんですけどね。これは別ね、バッジは。うん。テレレレ、テレレレ。え、あの、アイショットのイントロ。ポリポリ。なんかさ、昨日やったときさ、うん、うまく、なんていうの、コーラスになってなかったのに聞こえたんだけど、ちゃんとなってた。いや、一応なったんじゃない？なってた。うん、まあね、練習してないしね。あ、練習してないって休みじゃなくて、バンドで集まって。文字だ。はい。文字で。失礼しました。似てますよね。うん。え、じゃあ俺も持ってるってこと？そのポチのお骨を。はい。ポチ、うちの初代のワンちゃん。